新潟県の花角秀代知事が原子力規制委員会を訪問した後に会見し、柏崎刈羽原発への運転禁止命令の解除が地元の信頼回復につながるか推移を見守る考えを示しました。この3年近い、追加検査、そしてまた適格性の、再評価という議論が、丁寧にそしてまたじっくりと行われた東京電力に対する信頼の回復に、どうつながっていくかということはもう少しこれからの状況を見ないとわからないところだと。花角知事は原子力規制委員会の事務局である原子力規制庁の片山博夢長官と面会し、運転禁止命令を解除した理由や東電が新潟県の柏崎刈羽原発を運営する事業者としての適格性を大筋で認めた理由について直接説明を受けました。会談後会見した花角知事は、それでもなお東電に対する新潟県民の信頼回復につながるかは状況を見ないとわからないとし、新潟県の技術委員会が今後始める適格性の議論なども併せて注視する考えを示しました。